電撃文庫声優ラジオの裏表。ゆうひと休みの高校生ラジオ。おはようございます、夕暮れ夕日です。おはようございます、うたたね休みです。この番組は偶然にも同じ高校、同じクラスの私たち2人が皆様に教室の空気をお届けするラジオ番組です。おーゆうちゃん、最近はすっかりその挨拶も慣れてきたね。そんなことないよ、毎回カミカミだよ。やっちゃんはこのラジオもう慣れた？いや全然、不思議な感覚が抜けなくて困っちゃう。慣れないよ。そうだよね、クラスメイトとラジオやってるって変な感じだよね。お仕事スイッチが入らないよね。あ、初めて聞く人に説明しなくても大丈夫かな、わかるかな。そうだね、本当かなって思われるかもしれないから一応説明しとこっか。結構メールでも聞かれるもんね。信じられない気持ちもわかるしね。では改めて、私とやっちゃんって同じ高校、同じクラスなんですよ。そう、偶然声優同士が同じクラスだったんです。すっごくないですか？すごいよね、もうやっちゃんたら運命の相手って感じ。運命だよね。しかもお互いが声優さんって知らなかったから、初めて聞いた時は本当にびっくりしました。人生で一番びっくりしちゃったかも。したした。え、ゆうちゃんも声優さんって、世間って本当に狭い。だから今もこうして二人で収録してるのってすっごく不思議な感じなんですよ。お仕事っていうより休み時間みたいだよね。教室でおしゃべりしてる時とあんまり変わらないよね。だから教室の空気はお届けできると思います。だいたいこんな感じ。こんな感じです。あ、まずいよやっちゃん、また喋りすぎちゃってるよ。おっとっと、休みたちの悪い癖だね。楽しすぎてうっかり話しすぎちゃう。いつもお仕事って忘れちゃうもんね。それでは今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ああ、あんたとラジオやるの全然慣れないわ。そうね、私もそう思うわ、全然慣れない。だいたいさ、ネクラな渡辺と夕暮れ夕日でキャラが違いすぎるんだって。そんなことないよなんてよく言えるわね。ふわふわっとした喋りを聞くたびにゾワッとするんだけど。それはお互い様でしょうに。どうして佐藤みたいな頭の悪そうなギャルからうたたね休みの元気で可愛い声が出るのよ。ちょっとしたホラーなんだけど。は？それを言ったら、あ？はあ、へえ、ふーん。何よ、気持ちの悪い声を出して。あたしみたいなギャルからうたたね休みの元気で可愛い声が出るのがホラーだって？そう言ってるんだけど。あたしの声は元気で可愛い？言ってないわそんなこと、断じて。ああ、可愛こぶってるって言ったんだけど聞こえなかったかしら。都合よく解釈したいならお好きにどうぞ。食いつい、最初の挨拶で噛んでリテイク入れたくせに随分はしゃぐじゃない。あなたそれ本当にいい加減にしなさいよ。人がミスした後にその挨拶も慣れてきたねって、よくそんな性悪な嫌味を入れられるわね。普段はあなたの方がミスだらけなのに。今私の話関係ないから、渡辺の話だから。あと普段もそんなにミスしてないんで、人に押し付ける前にちゃんと反省したら？出たわあなたのそういうところ、本当に嫌い。自分のことは棚にあげるくせに人のミスばかりぐちぐちと。ああもう、なんであなたみたいな野蛮人とラジオをやってるのかしら。それはこっちのセリフだっつーの。ネクラ丸出し女と一緒にラジオだなんて、私だけ難易度高すぎなんだけど。だいたいさ、二人とも盛り上がってるところ悪いけど
もう再開するって。3、2、1。はい、というわけで今回は新コーナーがあります。やっちゃん、説明をどうぞ。はい、任せて。ですね、今回休みたちが挑むのは、なんと人間、どうしたって合わない相手はいるものだ。反りが合わない、気に食わない、相入れない、見ているだけで腹が立つ。プライベートなら近づかなければいいけれど、仕事となるとそうはいかない。ましてやそれがラジオのパーソナリティ同士なら、合わない相手であってもそれをリスナーに気づかれてはいけない。そんな相性の悪い相手とラジオ番組をやっていくとして、果たしてどこまで耐えられるものでしょうか。